毎回ゲリラ的な感じで本当すいません。見てる方がいらっしゃったら、聞こえてたら教えてください。入ってくるかな。こんばんは。あ、ミルキーさんこんばんは。ありがとうございます。あ、ミルチャンネルさんありがとうございました。先日はありがとうございました。栗山さんこんばんは。サイさん、あ、サイさんこんばんは。ママさんこんばんは。あ、マヤヤさんもこんばんは。カメタンこんばんは。アイさんこんばんは。M さん、あ、M さんこんばんは。おひろさん先日はありがとうございました。こんばんは。ひちゃこさんこんばんは。あ、ありがとうございます。ジュリアさんこんばんは。みゆゆさんこんばんは。あ、ヨネコさんもこんばんは。ありがとうございます。今沖縄です。花パンダさんこんばんは。ひらりんさんこんばんは。スノースノーさんこんばんは。あ、マーヤーヤーさんは聞きたいことがあった、後で書いてくださいね。ナオさんこんばんは。シローサさんこんばんは。チョコチップママさんこんばんは。増田さんこんばんは。おみたんさんこんばんは。淳二さんこんばんは。ありがとうございます。ちょっとじゃあ僕ちょっとね、結構人数も集まったので、お話ししていきたいと思います。花友フェスタ花結びブース、本当にたくさんの方来ていただきましてありがとうございました。もうなんかねちょっと忙しくて、お礼が、あのタイミングで動画撮って、でやっと今日ライブ配信ができるっていう状態になりました。沖縄に今日移動してきました。クタクタでございます。あの後片付け反省会、他の仕事もろもろみたいな感じで、あ、カトチャンネルともくんかずくんこんばんは。お疲れ様でした。そうで、やっと落ち着いちゃいないな落ち着いちゃいないけど、なんとかなりました。そうなんです、多忙なんですよ。いやもうなんだろうね、この忙しさびっくりします。そのまま12月に突入っていう感じで、仕事をね3つか4つぐらいやってるともえらいことになってますね。で一応ですね、来年の花結び6月に、東京か神奈川かそのあたりでやっていくという感じで、これからは進めていきます。で皆さんにお願いが1個あって、僕とのツーショットの写真を一緒に撮られた方いらっしゃいましたら、僕宛てに送っていただけると嬉しいです。僕もあの本当は皆さんとの写真欲しいんだけど、撮る時間がなくて、いつもね撮られるばっかりで一緒に撮りたいなと思ってるんですけど、あの撮れないので、よかったら送ってください。でなんか SNS とかでも使っていいよっていう方は、あの使っていいよって一言書いといていただけると嬉しいです。送り先なんですが、LINE の方は本当にちょっと見れないことが多いんで、会社のですね、加藤チャンネルさん送りますってありがとうございます。送り先は、会社のメールアドレスに送っていただけると嬉しいです。会社のメールアドレスに送っていただけると嬉しいです。会社のメールアドレスは YouTube の方にも貼ってありますし、うちの激花のねホームページの方にもメールアドレス貼ってあるので、そちらの方にですね送っていただけると嬉しいです。で、来年の花結びは6月に結構大きな規模でやりたいなというふうには思っています。で、花結びの前に12月はできるかどうか分かんないんですけど、1月2月3月ぐらいでプチ結びっていうのをやっていきたいなっていうふうに思っていて、これはどんな、企画かというと、生産者さんのところにお伺いして、一緒に生産者さんの、話を聞いたりとか、そこの、花苗を買ったりとか、肥料を持ってって特別価格で販売したりとか、あとは、その地域のユーチューバーの園芸のユーチューバーの方と交流ができるよみたいな、そういう企画をやりたいなというふうに思います。あ、ともくん来たね。ともくんこんばんは。ありがとうございました。もうあの髪色がかっこいいんだよね、ともくん。
ほんと。カズくんもイケメンだしね。はい。ということで、第一発目をね、どこでやろうかなっていうのを今迷ってて、プチ結び。で、千葉の房総の方で、生産者さん、知り合いの方は、2組、3組ぐらいいるんですけど、この冬のタイミングでお花を作っていて、そのまますぐに出せるよっていう状態かどうかっていうのは何とも言えないんですよ。そこがね、一番の問題で。サイさん、写真に関してイベントに関わらず、もしくはいらっしゃるか分かりませんが、街中でばったりとかのでもいいのでしょうか。もう全然 OK です。全然 OK です。街中ばったりで一緒に撮ったのとかも全然ありがたいですね。はい。イベントオンリーとかじゃないです。もう、いただけると嬉しいですし、声かけていただければ全然撮ります。言ってください。ジュリアさんの質問、もう一回後で、質問してね、対処法をお伝えします。はい。暴走といえばそうなんです。有名な YouTuber さんがいらっしゃいますね。行列が5時間絶えない人とか、2人組でイケメン2人組でモテモテとか、はい、そういった方もいるので、で、房総といえばね、僕行きたいのは石井園芸さんって皆さん知ってるかな。ブーゲンビレアで僕が知る限り国内トップクラスだなというふうに、トップと言い切ってもいいんじゃないかなっていうふうに思っています。はい。ちょっと待ってくださいね。今ね、メッセージが来てね、それちょっと返しますので。すいません。はい。そうなんです。房総といえば、なんですよ。で、YouTuber 勢ぞろいとかってやっちゃうと、ハウスに人が来すぎちゃったりとかするので、それはちょっと避けたいなと。で、やっぱりハウスって仕事場なんですよね、生産者さんたちの。で、植物を大切に育てている場所なので、いっぱいの人数は入れないんですよ、やっぱり。なので、人数を限定してですね、できればいいなっていうふうに思っています。はい、もう房総イベント、皆さん来てください。房総ね、ほんといいとこだから。ね、このチーバくんの こっちの方よ、こっちの方で、木更津はね、タオさん、木更津はね、生産者さんが切り花は多いかな、鉢物があんまりいらっしゃらないんですよね。二部制もいいよね。二部制もいいっすよね。うん。カトチャンネルさん、行きまーすって言ってくれました。カトチャンネルさん行きまーすって言ってくれました。ありがとうございます。そう、チーバくんのすねの方。そう、チーバくんのすねの方。で、房総って意外と南国植物作ってる方多いんですよ。南国植物。で、まあ、その場で購入できるかどうかわかんないけど、そう。エキゾチックプラントさんとかも房総だし、あと、サマーインパチェンスの北総グリーンさんとかも、房総なんですよね。そうなんです。はい。なので、九十九里の、スプーンさん、九十九里の方は房総ではないんですよ。九十九里の方って、いわゆる千葉の、銚子とかあっちの方ですね。そっちではなくて、アクアラインだっけ?あの橋。あれを渡ったところですね。なので、高速で行くと結構高いっていう。で、ドイツ村さんとかがある方が、房総方面なんです。はい。猫キャンプさん、そうなんです。ライブなんです。今日は。ライブなんです。もう動画は出せないわ。ライブ配信できないわ。で、もう本当、いい加減 YouTube ちゃんとやりなさいよっていう感じなので、今日はちょっとですね、短時間なんですけども、ライブ配信をやります。九十九里はうなじなのね。はあ、はあははあ、同時にオンラインはね、電波の環境次第ですね。そう、ポートメッセ名古屋も僕その場で動画撮ってアップとかしてたんですけど、電波がどうしてもですね、届きにくくてアップしきれなくて、前日にアップしたかったんですけど、アップできなくて、でホテルに戻ってアップしてたんですけど、やっぱりね、
ホテルの Wi-Fi もどうしても弱くてですね、上がりきんなくてお蔵入りになっている動画があるんです。それ編集して出そうかね、前日のねやつをね。そうなんですよ。あ、赤レンガの時にブーゲンビレア買いました。タオさん、そのブーゲンビレアを作ってた方です。その方です。石井園芸さんのやつですね。はい。あ、九十九里は外房っていうのね。はい。そうなんです。お蔵入りもったいないんですよ。せっかく撮ったのに。いろんな生産者さん映ってるんですよ。で、僕もそのいろんな生産者さん応援したいっていう気持ちがあるんで、ね、ご紹介したいじゃないですか。いいものたくさん作られてるし。あ、あと、全然話飛ぶんだけど、花宗人さんとコラボします、来年。花宗人さん。暴走は石井さん多い。確かに石井さん多い。ナノバブル栽培の、ナノバブルの装置を作ってる方も石井さんだった。そうなんです。石井さん多いんですよ。で、その、花宗人さんって、ギャザリングとかの、帽子かぶってるお姉様いるじゃない。帽子かぶってるお姉様。やっとお会いできて、コラボしましょうみたいな話をしてて、僕が YouTube 始めた頃花宗人さんとかってよく見て研究してたりとかしたんで、やりましょうなんて話をしました。ではそろそろですね、お花の育て方関係のご質問いきたいなというふうに思います。さっきですね、北海道の方が、ジュリアさんかな、シクラメンがこう倒れちゃったっていうお話があったんですけど、今ちょうどねシクラメンがあちこちに並び始めて、いいねいいねっていう感じの時期でもあります。で、北海道のお家の特徴は、断熱がしっかりしていてあったかいっていうのが、特徴なんですよね。で、シクラメンっていうのはだいたいね15度とか17度ぐらいが一番元気で、20度超えちゃうとちょっと弱ってくるかなっていう。で、5度ぐらいまで耐えられるよっていうようなものです。今話してるのはガーデンシクラメンのこういうちっちゃいやつじゃなくて大きい方のシクラメンですね。で、これは多分温度が高すぎちゃって弱っちゃったのかな、倒れちゃったのかなっていうのと、あとはお水をあげてもあったかいと吸わなくなっちゃったりするんですね。反対に寒くても吸わなくてぐたーってなったりするんですよ。なので、北海道の方の場合は窓際に置いたりとか、換気がしっかりできるお部屋に置くとか、そういうのがいいですね。で、どうしてもうちのお部屋はあったかすぎちゃってって方は、ガーデンシクラメンもシクラメンも本当に育てにくくなっちゃうので、向いているお花っていうのがポインセチアとセントポーリアです。冬といえばポインセチア、セントポリア、あとラン、この辺がとってもいいですね。むしろその栃木とか関東のね、栃木とか長野とかって、そのね、北海道ほどの断熱がなくて北海道ぐらい冷えるっていう場所があるんですよ。で、そういうところはね、シクラメンめっちゃ向いてますね。で、シクラメンの向いているお家ってどんなお家かっていうと、隙間風が入るお家なんですよ。いわゆる家賃が4万円ぐらいの、いわゆるアパートみたいなところってすっごいね、シクラメン向いてるんですよね。なので、そういった方はシクラメン育てていただけるといいんじゃないかなっていうふうに思います。で、逆に、観葉植物なんかはいまいち向かないお部屋になるので、あったかいお部屋は観葉とかね、そういうのやっていただけるといいんじゃないかなっていうふうに思います。M さんの質問。大輪系のダリア、葉っぱがまだまだ茂っています。いつまで水やりしていればいいですか？枯れるまでです。今年あったかいもんね。今日もあったかかった。昨日もあったか。昨日なんて朝外に出たらさ、なんか長袖の T シャツ1枚で、あ、なんか風は強いけどあったかいみたいな。5月ぐらいかなみたいな感じでしたよね。お花ってやっぱ正直で、寒くなれば枯れるし、紅葉もそうだけど、紅葉ってアントシアニンとかさ、ああいういわゆるファイトケミカルが葉っぱの方に出てくる作用なんですよ。で、それって低温に当たらないと出てこないので、夜の温度が8度を切った頃から紅葉し始めるってのも本当に正直ですよね。あ、で、ジュリアスさんは、激力剤やったらピンとなりました。倒れてしまいました。あ、そう。あったかすぎるからね。やってみてください。はい。
サイさんもありがとうございます。もう、はるみさん、送っていただいたブーゲンビリア、あれからもよく咲いて、おお、素晴らしい。ありがとうございます。はい。ミルチャンネルさんも、かわいいシクラメン、多すぎ問題。多すぎですよね。本当に。最近、ガーデンシクラメンの育種が盛んで、ものすごくいろんな種類が出てますよね。学者さん、ナスタチウムのこぼれ種で秋に生えた苗がわさわさ増えました。すごい、おめでとうございます。おめでとうございます。有名な YouTuber さんも来ていらっしゃり、今日のライブも特別ようですね。はい、本当にね、ありがたい限りですよね。で、学者さんの質問の続き、このまま室内で春まで育てていいですか？全然 OK です。沖縄ではナスタチウムは多年草なんですよ。寒くならないから。なので、春でね、徒長しちゃうと思うんで、サラダにできるから食べちゃってもいいかなとは思います。で、間延びしすぎちゃうから、育ててもいいんですけど、様子見ながらでもいいかもしれません。まあ一つなんかこう学べますよね。病気が出たりとか、コバエ出たりとかっていうのもあるかもしれないし、いろいろやってみてください。ドレミさん、バニラはどのようなものに植えると良いですか？土、水苔っていうことで、バニラね、これ質問多いんですよ。バニラはね、卵科の植物です。卵みたいな育て方するんですね。なので根っこをね、水苔で巻いて、水苔で育てていくんですけど、基本ですね、めっちゃ伸びるんですね。めっちゃ伸びて、鶴のようにこうニュ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 っていくので、どん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 伸ばしても大丈夫なセッティングをしてください。例えば暖かい地域だったら外に、水苔で巻いて、卵みたいにこうくっつけるんです。木のところにこうベタッとくっつけるんですよ。で、木に絡ませていくっていうのが暖かいところの育て方で、寒いところの育て方っていうか、まあ、東京とかね、そういったところの場合は、ポットの中に入れる前に水苔で根っこ巻いてから入れて、上を水苔でギュッギュッギュッってやって、ジャーって湿らせて、で、水やりも卵と一緒、ギューって指を突っ込んで、食パンと同じような湿り気になったら、またお水をたっぷり与えるっていう感じで、風は常に吹いてた方がいいので、サーキュレーターは回してください。で、蛍光灯でもいいし、LED でもいいんですけど、なんかね、昼間も電気をつけといてあげると結構具合がいいですね。で、温度は15度以下に下がらないように設定っていうような、ちょっと過保護ちゃんな感じです。おペコさんはシクラメン育てるのが上手みたい。うん。で、マヤヤさんの質問、ガーデンシクラメンの花色が変わることはありますか？去年、昨年赤色で咲いていたのが夏越しした。はい、白い花が咲いてきたんです。ってことで、これはいわゆる先祖返りっていう現象で、赤いガーデンシクラメンはなぜか、白になることがあります。で、白が生えてくることもありますね。混ざることもあります。で、僕も何年も、もう20年近くガーデンシクラメンの赤を見てきてますけど、白出ることあるんですよ。で、これはね、先祖返りなんですね。もともとその赤いガーデンシクラメンの大元の親が白の色素を持っているガーデンシクラメンが多いんです。なので、出ちゃうので、ラッキーっていうふうに思ってもらえるといいと思います。あ、ジュリアさん本も購入っていうことでありがとうございます。本の方はですね、今度は次のやつが12月に入ってくるので、12月出荷でね、販売をしてます。予約っていうのかな、してるので、そっちの方もですね、ぜひご予約いただけると嬉しいです。お、やえたん来ましたね。こんばんにゃり。うとうとしてたらフリアタンライブ始まってまして、そうなんです、いきなりやりました。はい、チュンさん、そうハイビスカスの冬越し、そろそろだよね。いきなり寒くなるからね。明日寒いのかな。チョコチップママさん、先日いつも行く植物園でホワイトセージの粉をゲットしてきました。なかなか入荷しなくて、入荷してもすぐ売り切れてしまい、いつもゲットできずにいたのですが、今年は、なんだっけ、なんとか、漢字が読めないけど、おめでとうございます。おめでとうございます。はい、米子さん、ブーゲン
ブーゲンビリアがブワーってこう巨木のね、ブーゲンビリアがこうグーってアーチというかこう半アーチっていうのかな、なっている通路というか、ちょっとこう道みたいになっているのを作りたいんですよ、沖縄で。できるから。で、そこにテーブルを置いてカフェにしたいなとかって思ってます。そういうのもやりたいな。あのね、イタリアにあるんですよね、そういうカフェが。それやりたいなって思うんですけどね、できんのかな。施工屋さんがいらっしゃったら質問してみたい。ハルミンさん、花友フェスタで買ったシクラメン植え替えようと思ってます。家の中に日当たりの良い窓際がありません。北向きの玄関でも置き場所大丈夫でしょうか。玄関ではない方がいいと思います。花友フェスタで売ってたシクラメンって、関口さんのブースかな、愉快な仲間たちので、どのシクラメンかなって感じなんですけど、あそこのシクラメン作られてる方って結構日に当ててるんですよ。で、シクラメンって日にすごい当てて育ててる方とそうじゃない方といるんですね。だからどういうふうに育ったかで置き場所変わっちゃうんですよ。で、窓際で日に当てて育ててください多分言ってたんじゃないかなっていうふうに思うので、ね、どちらにしても日が入る場所がいいです。日当たりの良い窓際じゃなくても日って必ず入ってくるじゃないですか、直射日光じゃなかったとしても。だから窓際に置くっていうのがいいですね。で、その部屋自体は暖房はあんまりかけない方がいいです。で、台の上とかに置いちゃうと温度が高くなっちゃうので、台の下っていうか、フローリングだったらフローリングの上が一番温度としては低いんですね。なので窓際にそのまま置いちゃっていいと思います。で、風通しよくって感じですね。おお、明日は今日より10度低い。いやー、そんなに寒いんだ。はい。お、学者さん、人生初チャット。ちょっと感動。よかったです。ありがとうございます。ガーデンシクラメン桜。桜の香り。そうなんだ。ペコさん、ガーデンシクラメン桜って桜の匂いがするんだ。すごい。七黒さん、久しぶりですね。我が家に3度目の秋冬を迎えるガーデンシクラメン、今は6号鉢です。大きさはもはや室内用と変わらないサイズ。すごい。すごい。北関東。寒いっすよね。おめでとうございます。スノースノーさん、先日花友フェスでパテンス系のクレマチスを購入しました。お、これも関口さんとこじゃない ?6 号鉢に植え替えようと思いますが、土はどのような配合がいいですかってことで、普通の培養土でいいと思います。混ぜるのって意図を持って混ぜていくってことがすごい大事なので、まずはそのちょっとお高めの培養土っていうのを使ってみて、で、それでもう全然育ちます。クレマチスは普通に培養土で OK ですよ。はい、タオさん、ダリアまだ咲いてると思います。まだこの温度だったら咲きますね。多分ハイビスカスもまだ咲いてると思います。うちのハイビスカスは咲いてます。東京の実家の。ヨネコさん、ガーベラ花が垂れてくるんですがどうすればいいですか。日が強いんじゃないですかね。日が強いんだと思います。なので日を少し、直射日光が強い時にやっぱり首が垂れてくる。で、首が垂れてくるのは根っこからの水の吸い上げが、首をシャキッと保つほど上がってこないっていう状態なんですよ。で、それって、花びらとかから葉っぱから水が外へこう蒸散っていうんですけど逃げていくんですね。で、そのスピードの方が速くなっちゃってるって状態なので、激力剤を使っていただくか、日光を少し弱くするようななんかこうネットというか何か貼るかって感じですね。もうはるみさん、コーヒーの木を室内にずっと置いているのですが、根っこ張りすぎていたので植え替えしてから葉っぱの色は濃い緑ですが、チリチリであまり元気がない。どう手入れしてあげたらいいかな。チリチリ、チリチリなのはチリチリ、チリチリってどういう状態だろう。チリチリの状態が分かんないんですけど、多分葉っぱがこう伸びやかにこう普通にウェーブするじゃない、コーヒーの木って。
それがギューってなってるってことかなっていうふうに思うんですけど、ギューってなりすぎるのは極端に水が少ないか、根っこがちょっと傷んでしまってまだ回復してないか、ミネラルが多すぎるっていう、この3つですね。なのでどっか心当たりを改善するか待つかっていう感じになるので、やってみていただければと思います。チリチリで、濃い緑でチリチリっていうのはなんかね、このね、致命傷みたいなものではないんですよ。全然大丈夫なんで、心配せず見守ってあげてくださいね。はい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 。で、ドレミさんが、先ほどのバニラですか、現在買ってきたままです。はい。水苔への植え替えは春まで待った方がいいですか。はい。待った方がいいです。ナイス気づきです。今植え替えすると根っこ冷えるんで、あんまよろしくないですね。僕なら春、3月のお彼岸以降、4月入ってからかな、やりますね。やいたん、キャッチモフリアタンの本、昨日注文したです。楽しみ待ってます。ありがとうございます。やいたん、ありがとうございます。あ、のんぶさん、ムーベルバーグ届きました。おめでとうございます。ありがとうございます。ムーベルバーグ、今年も張り切って育ててください。浅沼さんのミニシ、あ、浅沼さんのね、浅沼さんのミニシクラメンね。浅沼さんは僕はハウス行ったことがないんでわからないので、まあ、とりあえずさっき言った通りで大丈夫だと思います。ユイレール伸びたんです。そうなんですよ。ドレミさん。ユイレール伸びたんですよ。伸びたんですけど、まあ、なんだかんだ、そこまでどこまででも行けるけど、そうでもないって、タクシーで出かけた時に帰りが少し、駅までタクシーで行けばタクシー代が節約できるかなぐらいな感じですけど、もうちょっと伸びると、さらに伸びると楽しいですよね。沖縄市まで伸びてほしいなというふうに思ってます。はい、伊藤ごこちさん、そうです、30分ぐらい前から始まってました。はい、まややさんも、夏越しして先祖帰りしたんだ。はい、あ、ペコさん、ラベンダー元気だそうです。チュンさん、昨日の豪雨と強風でマトリカリアが根元から倒れ気味です。戻した方がいいですか？横浜です。横浜だとマトリカリアは冬越しできるんだろうか。うん、戻した方がいいけど、切り戻す必要はないですよ。なので、普通になんかまっすぐにしてあげたらいいんじゃないかなっていうふうに思います。お、チョコチップママさん、お花の育て方大事っての、表紙めっちゃ綺麗、汚しちゃいそうだったので皮でブックカバー作り始めました。ありがとうございます。そうなんです、あれね、イラストレーターさんに書いてもらったんですよ、表紙。うん、本当にあの綺麗なね、いい感じで、あのイラストも何回も何回もやり取りをして、あでもないこうでもないって言いながら何回も書き直してもらって、それで仕上がったものになりますね。優しい感じのお庭になってますよね。ママさん、花友フェスタでフローズンクイーンという何とも透明感のあるカラーを見つけ購入しました。冬は室内でと聞いたのですが、元気に冬越しするコツなどありましたら教えてくださいということで、金子さんのですね、直屋プランツさんのフローズンクイーンですね。直屋プランツさん仲いいです。フローズンクイーンも初めて日本に入れた時にこんなの来たんだよと教えてくれて、買う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 みたいな感じで買ったことがありました。で、フローズンクイーンなんですけど、本来は、春にあの状態になるんですよ。春に。だけど促成栽培で秋の段階で作ってるんですね。で、そのまま外に出すと寒さで枯れてったりとかするので、室内でとりあえず冬越しして、春を迎えて、迎えたら外に出して、で夏に枯れるっていう、このリズムを一回作ってねっていう意味合いで言ってるんですね。で、そのフローズンクイーンなんですけど、結構強いです。ジメジメには弱いかな。ジメジメというか、蒸れみたいなのに弱いんですよ。どんな状態かっていうと、皆さん思い出してほしいんですけど、こたつで寝てる時の自分ってなんか熱くなっちゃって喉乾いてるけど、カラカラになってるんじゃなくて、こう汗かいて蒸れてる感じするじゃないですか。で、お花があの状態になると辛いっていう話なんですね。だから冬ストーブ焚いて夜間置いてそのまま寝ちゃったりとかしたことありません？そうすると部屋の中がムンムンになってるでしょ。あれが蒸れる原因なんですね。ああいう状態です。で、フローズンクイーンってカラーなんですけど、まあ、全てのカラー同じなんですが、窓際に置いたりとかして、で直射日
光は当てても当てなくてもいいけど、フローズンクイーンは意外と直射日光強いんです。で強いんですけど、僕だったら普通にリビングの涼しいとこに置きます。涼しいとこに置きますね。で涼しいって言っても冬の涼しいってさ、もう寒いを通り越すじゃない。だから、人間が心地いい温度の場所で、風が流れているっていうような場所に置いてあげるといいです。で肥料をあげる必要はまだなくて、お花がその蒸れたりとか腐ったりとか株元がそういうことがないように見てあげてください。でお水をたくさんあげても、蒸れない条件っていうのは、温度が23度4度ぐらいで風がちゃんと通ってるとお水をあげすぎても蒸れないんです。だけど、それ以上の温度になったりとか風通しが悪かったりとか締め切りになって空気が動かないとかっていう状態になってくると蒸れるんですね。でカラーは育てるのすごく簡単で、基準を自分にして自分が心地いいかどうかのところで、育てられるのでそのままやってみてください。で日に当たった方が花がどん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 上がってきます。だけど、まあ、この時期にね、日にずっと当てる環境がないっていう場合は、来年よく咲いてくれよねっていうことで、春まで持たせるっていうふうに考えてもらえると分かりやすいと思います。サイさん、11月直前なのに冬越しにチャレンジしてるナスに花が2つつきました。すごいね、今年の秋はとても暑いですね。本当そうなんですよ。セブンさん、ネメシアを買いました。それはある程度で切り戻しした方がいいんですか？ネメシア買ったのはいつかな？この時期かな？うん。ある程度咲いてモワモワってわさわさになったら切り戻すとまたわーって伸びてきてまた咲くんですよ。で、一緒にその花結びのブースを、手伝ってくれた鳥山さんに聞いたんですけど、僕ね今まで切り戻してから肥料をあげるっていうリズムであげてたんですけど、肥料をあげてしばらくしてから切り戻すとスタートダッシュが早いよって、その方がよく咲くよって教えてくれたので、その方法をやってみてください。ぜひやってみてください。ペコさん、フリアさん、お肌ツヤツヤ。そうなんです、ツヤツヤなんです。毎日朝と夜は顔をケアしてます、やってます。で、みほみほさん、激花さんでドラキュラとヌーベルバーグを予約させていただきました。新潟の雪が多く日光が当たる日がかなり少ないです。予約したものの生育が心配ですってことで、大丈夫ですよ。春がメインなので、でドラキュラもヌーベルも奥手というか、ヌーベルはまあ早い段階で咲きますけど、春がすごいんで、もうとりあえずね、ドラキュラは鉢植えがいいですね、新潟だったら。で軒下に置いといたら全然大丈夫、凍っちゃっても平気なん でヌーベルバーグはもう届いてるかな、届き始めの状態なので、サクサクっと植えて、雪はね上に乗っかっちゃっても大丈夫なんですけど、形が崩れたり傷んだりするので、雪よけのなんかこう屋根みたいなのがあるといいですね。ちょっとなんか工夫して作ってみていただけるといいかなっていうふうに思いますね。豪雪地帯は豪雪地帯でありますからね。あ、そうそう、ドラキュラとアントワネットを買いそびれた方、すごいの僕ちょっと見つけちゃって、仕入れを起こしました。名前がですね、パルムディールとパルムディレーヌです。ほぼドラキュラです。これすごいです。パルムディールとパルムディレーヌですね。今ね、さっき仕事の残りやってて、楽天店だけねアップして在庫入れたんですよ。でそれぞれ30セットぐらいずつしかないので、ドラキュラを買い忘れた、買いそびれた、アントワネット気づいたら売り切れてたっていう方はぜひそちらをやってみてください。でパルムディールはパンジータイプなんですね。でパルムディレーヌは中輪のパンジータイプなんですよ。どっちも可愛い。で僕は今年それをちょっと育ててみようかなというふうに思います。これなんで仕入れを決定したかっていうと、花のシルエットがもうぐしゅぐしゅってなって、もうほぼドラキュラになるんですけど、これがどういう育ち方をするのか分かんないじゃないですか。パルムの方はパルムディールとパルムディレーヌで作ってる方がね、めちゃくちゃ作るの上手な方なんですよ。
生産者さんが、名前ちょっと言えないんですけど、めちゃくちゃいわゆる関東でパンジーを最も上手に作るんじゃないかみたいな方が、生産されてたんで仕入れました。これはちょっとね、値段もドラキュラより安いし、でもちろんドラキュラを生み出した佐藤さんは僕はもうリスペクトしてて本当に大尊敬の生産者さんなんです。でドラキュラの色目、あれはもう唯一無二だと思ってます。でそれとはまた違う系統で、色目は似てはいるけど花の柄とかは全然違うんです。で株のシルエットも全然違います。オリジナリティがあるからいいなっていうふうに思ってて、でどういう育ち方をするのかなと調べたいと思うんで、今年僕それ植えるんですけど、一応楽天店だけ今のところ、明日本店にも入るかなって感じですけど、はい、そんな感じですね。はい、ごめんなさい、ちょっと今コメントをかけます。あ、ミルキーさん、この間購入したダンシングピクシー、あまり日が当たらない場所に鉢植えで置いていますが、花の色が褪せた感じがします。このまま育てていけばいいですか？花持ちいいっすね。花の色が褪せてるっていうのは、新しく咲いた花が褪せてるのか、でも、この時期、新しく花は咲かないような気がするので、花が老けてきたってよく言うんですけど、花終わりのちょっと手前かなっていう感じなのかなって思います。1個の花が長くは持つけど、焦ってはきますね。ということで合ってるのかな、合ってるのかな、どうですかね。はい、もうはるみさんも様子見てください。ナミーさん、プレメリアの休眠中は1月にコップ半分ほどの水やりと教えていただきましたが、月冬の冬越し、室内での育て方はどうすればいいですか？水やりの頻度や量など。月冬はね、観葉植物と一緒です。月冬は水を切ったら枯れちゃうタイプのお花なので、普通の観葉植物の冬越しと同じでいいです。で、多分あの僕の動画で言ってはいるんですけど、それ見てないよっていう方もいると思うんで、ちょっと裏技を教えます。鉢があるでしょ。でお水ジャーッとあげるじゃないですか。でこのお水の加減ってすごい冬場って難しくなるじゃないですか。あったかい部屋限定なんですけど、お水あげて水が切れたら、下にね、タオル敷いてください。タオルを、厚みで言うとね、これぐらいの厚み、2センチぐらいの厚みが出るように、畳んで、下に敷いて置いちゃうの、こうやって。で、1時間ぐらい置くんです。そうすると、中の水分が結構下の方に抜けていってくれて、この鉢の中がめっちゃちょうど良くなるんですよ。で、これポインセチアにも使えるし、観葉植物にも使えるので、室内で寒い時期にお水あげたら、これを必ずやってください。そうすると、寒さで根が冷えて、弱っちゃうってことがなくなるので、これは本当に超使える裏技なんで、簡単だからやってください。待ってくださいね。コメントを探してますよ。あ、カズさん、数量限定ビール届きました。これは本当にすごい。ありがとうございます。ありがとうございます。褒めていただきました。到着良かったです。エリさん、サーキュレーターの風は天井に向けた方がいいですか？天井に向けた方がいいです。そっちの方が自然な風になるので。関西ですけど、月頭外でも大丈夫。関西は、大丈夫なんだ。すげえ。ガッチャピンさんは、ごめんなさい、つぼっちゃいました。ガッチャピンさんね。昨年購入したシクラメンが底面給水鉢で水を与えながら、葉も数枚ついている状態で、夏越しできました。おめでとうございます。よかったですね。あ、フローズンクイーン買いました。増えたら嬉しいな。増えたらいいですよね。地植えで増やしましょうね。林田さんいつもありがとうございます。四国でもイベントしてください。四国いいですね。四国僕もね大好きなんですよ。もう一方なんか四国って言ってたけど、そう、あの四国ってさ、蘭の生産者が多いんですよ。シンビとかシンビジウムスペシャルやりますか、四国行って。
ね、石田蘭園さん遠いな、石田さん、石田さん遠いな、石田蘭園さんは遠いから、石田蘭園さんと森岡園さんとか、森尾さんのとこは近いので、グラマトのこんなでっかいのとか、神秘のあの皇室に献上した神秘ジュームを作られたところですね。森岡園さんは近いっすね。あとは、あんみつ館借りれるのかな、神秘ジュームのね、川のメリクロンさんとか借りれればいいですよね。ちょっとあの神秘ジューム考えます。1月だったら全然ありかなっていうふうに思うんで、時期的に。ミッチさん、蜂の筒がカチカチ状態です。バケツに水を張ってその中にドボンと入れていいですか。もうちょっと情報がいただけると助かります。カチカチの状態の時にはお箸を刺す、お箸を刺すがいいです。何が割ってるかによってもやり方が変わってくるので、水が吸える状態になれば OK ですね。久子さん、こんばんは。動画を見ると辛いです。まだ病室で布団の中で見ています。あ、大変ね、大変ですね、ほんとね。家の花全部ないと思うけど辛いです。やっと夏の花に間に合うかどうかまでかかりそうで悲しいですよ。大丈夫、よくなります。絶対よくなるから大丈夫な。今はもうゆっくり休んでねっていう時期なんで、ガーデニングやりたいって思うけどね、その気持ちも本当によくわかります。わかるけど、ゆっくり休んでなんか楽しいこと考えていきましょうね。ベッドの中で見れますからね、大丈夫です。愛する花尾さん、今日、フリル咲きパンジーシエルブリエ届きました。ありがとうございます。シエルブリエ本当に綺麗なお花ですよね。いつもありがとうございます。フローズンクイーン、そうカラーはね、冬生えてきたパターンの時には葉っぱあるんですよね。で、2月にすっげー寒い時に少し溶けたかなっていう感じですね。で、夏に枯れることが結構多いですね。はい。地域によっても全く枯れずにずっと生えてるっていう場合もあります。で、うち北向きのとこに植えたやつは葉っぱなくなんなかったりもしました。はい。で、カズさんちはペピーノに花が咲いてるっていう。サカッチマーミンさん、花フェスタお疲れ様でした。次はぜひお出かけしたいです。ぜひ花結びいらしてください。東京で、東京あたりでやります。トミーさん、鉢植えのユーカリが黒点病みたいな黒い不点が出ています。切り戻すとツンツル点になるので様子を見ていますが、春頃すっかり剪定してしまったら良いですかってことで、ユーカリね、黒い点々この時期出ます。出るんです。で、黒点病はひどくなってもう極端にひどくなったら枯れるかもしれないんですけど、花を枯らす病気ではないので、あのそのままでいいと思います。露地のユーカリとかよく出てますから、問題ないですよ。で、農薬嫌いじゃなかったら黒点病用の農薬をローテーションして3種類ぐらい、3種類やっぱり使わないとね、黒点病ちょっと厳しいので、徹底的にこうローテーションでやっつけた後に土のところに堆肥とかを入れてって土を作り直してみたいなことをやる必要があるんですよ。土を作り直すっていうのは微生物が増えるまで待つっていうことをやらなきゃいけないんですけど、そうすると出にくくなるんですね。なので結構時間かかりますけどもって感じです。あ、タキちゃん来たのか。タキちゃんありがとうございます。タキちゃんありがとうございます。どのコメントだ。タキちゃん昨日行けなくてごめんね。12時半です、家に帰ってきたのが。船橋にちょっと仕事で、仕事というか人と会って、ちょっと仕事の話をしてたので、遅くなっちゃいました。みゆゆさん、埼玉県東部済みですが沖縄スズメウリ、はい、を種から育て、今はわさわさ緑のウリが赤くなり始めます。素晴らしい。カズさん、ドラキュラなどのボール咲きの品種は霜に当てない方がいいですね。霜に当たっても枯れはしないけど水分が、花に付着すると重みで、あ、確かにこうグリーンってなってるところで、これが霜に当たっちゃうとこうなって折れたりとかね、それはしますよね。ナイスです、ありがとうございます。
楽天店見てみてください。このねパルムディールとパルムディレーヌ、未だにちょっと舌を噛みそうになるんですが、この品種がほぼドラキュラ、ほぼアントワネットで、さっきから9時半ぐらいから販売をスタートしました。おモンピーファームさん登録しましたよ、ありがとうございます。ありがとうございます。チョコチップマンさん、ありがとうございます、感謝します。ペコさんもユーカリでリース作りました、おしゃれ。あ、うちのリースのキットがあるので、リース作りのキットが、杉とヒノキで作るリースなんですけど、これ手作りで簡単にできるんで、で、去年の動画なんですけど、僕が実際にリースを作ってみたよっていう、ブキッチョフリアが作ったよっていう、初めて作ったけど、まあまあこんなワイルドな感じに出来上がったよっていう動画があるんですけど、その、アミコ先生のリースがあるんですけど、そのリースを簡単に誰でも手作りでできる、キットがあるんです。で、これ毎年ね、少しだけ、寄付をさせてもらっている、その SDGs の関係の、なんていうのかな、支援みたいな感じで、販売をしていますので、よかったらそちらご購入していただけると嬉しいです。これからリース作りたいという方。で、12月の3日ぐらいに素材が来て、そこから出荷をスタートします。そちらの方は、杉が入ってるんで、室内に置いちゃうと花粉出ちゃうんですよ。だから、届いて作るまでちょっと1週間置いときたいって時は外に置いとくといいです。部屋の中に置くと花粉出ちゃうから、外に置く分には出ないですね。コメントになかなか追いつけないですね。はい、ママさんもぜひ楽しんで育ってください。フローズンクイーン、あ、ミルチャンネルさんありがとうございます。夢見るビオラ、夢見るパンジーだね、夢見るパンジー、かわいいんすよ、ほんと。もはるみさん、100均で片サンスベリアを6号鉢植え替えてから7株ぐらいあってボリュームはあるのですが、春くらいに株分けしてやった方がいいでしょうか、そのまま育ててあげてみでしょうか。サンスベリアってなんかぎゅうぎゅうになっても枯れないんですよ。で、勝手に鉢を割って外に根っこを張り出すっていう、それぐらい強いので、なんか自分が見てて気持ちいいっていう状態にしてあげるのがいいと思います。あ、トラ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 、ネコネコさん、さゆ姉さん、こんばんは。フレさんの話し方は元気がもらえるからライブ配信嬉しいです、ありがとうございます。テコテコ丸さん、タオル作戦すごい。そうなんですよ、すごいんですよ、あれ発明だと思います。チュンさん、シンプルなビオラが好き。へえ、そうなんだ。シンプルなビオラでいいですよね。そう、だから DJ の美しさってそこなんですよ。ビオラ DJ の美しさと、ドラキュラとか、あと、そのビオラでもフリフリ系の花あられとかね、あるじゃないですか。ビオラでも可愛いやつ。で、それって、どっちがいいとかじゃなくて、両方綺麗なんですよね。それすごいですよね。あ、それから皆さんね、やっちゃん、趣味の園芸やっちゃんねる、やっちゃんのカレンダー、販売しております。よかったら皆さんお求めください。やっちゃんのもりもりのお花が12ヶ月楽しめるという、やっちゃんカレンダー販売してますので、本店、激花本店の方で予約を受けてます。で、12月の22日に、すり上がって納品されるってことなんで、23日ぐらいからわーって出荷をスタートします。そうすると多分クリスマスには届くんですよね、やっちゃんカレンダーがね。いやー、これはなかなかいいですよ。もう部屋の中も満開のお花で、12ヶ月間癒されるという、もう最高じゃないですか。あとね、これライブ終わったら今日話したやつは全部リンク頑張って貼ります、思い出しながら。みわこさん、鉢の下にタオルを置くやり方ほんといいです。その動画を見て毎年ポインセチア冬越しできてます。すごい、さすがです、さすがです、さすがです。はい、カズさん、そうなんです、冷えるので根が通ししやすいんですよね。糸心地さんも四国か、シンビジウムの回ですかね、1月はね。タコジさん、フレさん、皆様こんばんは。レイブンの葉を、あ、レイブンね、レイブンって、分かんない人にお伝えすると、ザミオクルカス、ザミオクルカスだっけ、あれの黒いやつですね、葉っぱが真っ黒のやつがレイブン。
で、レイブンの、レイブンの葉を水差しで根を出してから、土に植えましたが、すぐ枯れてしまいました。葉差しの場合は直接土にした方がいいのでしょうか。どっちでもいけるんですけど、温度ですね、あったかい時期にやった方がいいんで、5月にやってみてください。今じゃなくて。あったかくしないとどうにもならないのでね。あとは、その葉差しにするための、いわゆるホギって言われてるね、その葉っぱ自体が元気があることがすごい大事なんです。で、やっぱりその、いろんな方が販売してたりとかするじゃないですか。で、自分で切ったものだったらまた切れるんだけど、メルカリとかで買ったものだと、相性のいい方っていうのを、見つけていくっていう、その期間もやっぱり必要なんで、いろいろと、見てみてください。お、やっちゃんカレンダー、皆さん、予約をしておられて、ありがとうございます。ペチュニア、モリモリどころかゴリゴリ、カズさん面白い。もう少しでコメントに追いつきそうです。なんて骨太なチャット欄なんだ、すごいです。滝ちゃんほどではないです。ありがとうございます。トレミさん、園芸店やホームセンターでコチョウランが花を歌って合唱してくれてます。毎回なのでちょっとうざいです。どういうこと？花を、歌を歌って合唱してくれる。そうだね。お花の言葉が分かる人ってたまにいらっしゃって、花を飾るとその空間がすごくこの雰囲気が変わる、癒されるっていう本があってね。で、それを読んだんですけど、いや、本当にそうだなって思ってて、で、僕、犬をね、ずっと飼ってたんです。まあ、今はさすがにあっちこっち行ってるんで飼えないんですけど、犬が喋れたらうるさいだろうなっていつも思ってました。大体、こうお座りしてめっちゃ見るじゃないですか、こうやって見るじゃないですか。で、その時って散歩っていう言葉をずっと言ってるか、ご飯って言ってるか、もう大体どっちかなんで、で、朝もう起きてっつって顔を舐めに来るでしょ。その時も起きて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 、多分ね、言葉5個くらいしか喋ってない気がします、犬は。たまにいいこと言ってると思います。もうちょっとで追いつくぞ。あ、タオさん、タキちゃんに登録ありがとうございます。タキちゃんのね、ほんとバラの育て方やばいですよ。めっちゃわかりやすいし、丁寧だし、タキちゃん自身が優しい人なんで、ほんとにね、もうこの繊細で気配りの人なんですよね、タキちゃんって。なので、ぜひ皆さんチャンネル登録してみていただけるといいかと思います。塩せんべいさん、母の日にもらったデンドロビウムの新芽が出てきて夏越し後支柱に沿わせてて、もう支柱に沿わせててもうねってきました。うねってきたってことかな。デンドロも着生蘭って言って木にへばりついてるんですね。そういう蘭なんで、こううねうね伸びます。性質的なものかな。フレさん気にしないです。全然気にしない、大丈夫。マヤヤさん、今年花結びの福袋で買ったアジサイがもううどんこ病で葉がすべて真っ白になってます。便利と剤は散布しましたが、葉っぱは取ってしまった方がいいでしょうか。取ってもいいですし、うどんこ病をなんていうのかな、治療しても OK です。で、うどんこ病の仕組みお伝えします。これ結構神回かもしれない。今日皆さんの質問がすごくいい。で、うどんこ病もそうだし、他の黒点病もそうなんだけど、こう植物の葉っぱがあるじゃないですか。なんかないかな、こう植物の葉っぱがあるじゃないですか。で、葉っぱの上に菌って、何でもね、うどんこ病の菌でも黒点病の菌でもいい菌でも悪い菌でもいるんですよ、常に。で、僕らの体にも菌はついてます。で、菌で生かされてるので、全ての植物とか生き物って。で、菌は、陣取り合戦をしているっていう話があって、で、うどんこ病がたくさんこう陣取りを先にしてしまうとうどんこになるんですね。
だけど違う菌が、なんていうのかな、陣取りが先だとそこに座ることができないので、うのんこ病が広がりにくいんですよ。言ってる意味わかります？席を取り合ってるだけなんです、菌が。だから腸の中もそうで、善玉菌と言われているような、菌がたくさん居座っていると、悪玉菌が繁殖することができないので、お腹が痛くならないっていう、そういうことです。ってことは、葉っぱの上に良い菌を撒いておけば、うどんこ病は発症しないってことですね。で、それの強烈なやつを入れたのがうどんこバスターズっていうわけなんです。うどんこバスターズは、うちのね、うどんこバスターズは菌を先に乗っけておくっていう使い方もできます、予防的に。で、うどんこ病の菌が居座っちゃったとしても、うどんこ病の菌を食べてくれるものを入れていて、いい菌も入っているので、この咳取り、陣取り合戦が逆転するっていう状態を作るっていう考え方のもとに作られているものなんですよ。なんとなく伝わりましたかね。わかりましたかね。で、まあ、アジサイは葉っぱが枯れてもまた出てくるので大丈夫です。取っちゃっても大丈夫です。ベンレット使ってもいいけど、使わなくてもいいです、大丈夫です。で、ベンレットでうどんこ病って治るかな、どうなんだろうとも思います。でも、ベンレットを選ぶっていう感覚もわかります。殺菌なんでね。ね、サイさんも優しいなぁ。ひさこさんにメッセージをね。素晴らしいなぁと思います。こういうの、僕本当いいなって思います。嬉しいな。メロンちゃん、鉢に2苗パンジーを植えたのですが、1つ枯れてしまいました。その場合、枯れた苗を抜いて新しく植えても問題ないでしょうか？さすがです。そういうことなんです。抜いて植えたらいい。OK。バッチリですよ。フレさんが以前、髪が白くなったのには理由があるんですと話されていましたね。病気か何かになられた経験かなとずっと気になってます。これね、あ、F ローズさん、こんばんは。マヤヤさんの質問に答えます。会社が潰れそうになりまして、かれこれ10年弱前、7年ぐらい前かな。で、7年ぐらい前に会社が潰れそうになった時に、ものすごいストレスを抱えたんですね。まあ、いろんな出来事もあったんですけど、週に3日ぐらい自殺したいと思ってたんですよ。週に3日ぐらい、結構な比率で自殺したいって毎日考えてて、で、それはなんとか乗り越えて死なずに済んだんですけど、そんなことをやってたら髪の毛白くなりました。まあ、そのお金がなさすぎて、それに対して、まあ、支払わなきゃいけないものが、明日300万支払わなきゃいけないのに、口座にあるのが2000円とかなわけですよ。まあ、2000円ってわけないから2万円とかそういう感じで、払えないから電話しなきゃいけないでしょ。すいません、いついつに払うんで待ってくださいみたいなことを毎日やんなきゃいけないわけね。で、毎日やんなきゃいけないし、無理して、カードローンで、借りたりとかして、まあ、全部解消終わりましたけど、とかするとめっちゃこうストレスかかってくるんですよ。だから自己破産した方がよっぽど楽だなと思ったんですけど、なんかこの自己破産イコール、人生負け組みたいな感じに当時は思ってたんで、今全然思わないですけど、そんなことがあって、こうどん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 白くなってっちゃいましたねという感じです。で、その2年後に出した本が、緑色の数字が読めると本当に儲かるんですかっていう本で、それがまあ大ヒットしまして、アジア、日本含めアジア3カ国で読まれる本になったというね、嬉しいですよね、そういうのもね。なので、死ななくてよかったなって思ってます。今はいい経験させてもらったなって。どこだ、ペコさん、ぶっとりゃが元気もりもり、いいっすね。今年は本当にあったかい。あ、チョコチップマンさん、激力剤と芋ころ届きました。ありがとうございます。こちらこそもう本当にありがとうございます。いつも買っていただいてありがとうございます。まゆさん、こんばんは。みほみほさん、
花壇上のアネモネの葉がかなり茂ってます。雪がたくさん降りますが、下にしても大丈夫でしょうか？問題ないです。アネモネはね、雪の下に入っても全然問題ないです。葉っぱ強いんで。まゆさん、幸福の木の花が咲きました。すごい、おめでとうございます。おめでとうございます。葉っぱがどんどん黄色くなってきて、おお、おお、水枯れ、いや、ちょっと待って、花に養分取られてんのかな。すっごい大きい花が咲いたとするならば、花に栄養分が取られてしまったかもしれないので、花を切り落とした方がいい場合もあります。なので本体がね、割っちゃうとあれですもんね。カズさん、花が喋れると犬よりうるさいですよ。四六時中虫が来たぞとか、水くれとか、暑いんじゃボッケーとか連呼されます。きっと面白い。本当そうかもしれないですね。タコイジさん、よかったです。葉差しチャレンジしてみてください。こんばんは。千葉県に住んでます。サンルームでシンビジウムの冬越しは可能でしょうか？外に置いてシンビジウムの冬越し、サンルーム、いいと思います。で、温度が上がりすぎないようにしてください。シンビジウムって寒いの好きなんですよ。寒いの好きなので、風が通るようにしてあげるといいですね。外の風を。で、花めっちゃ咲きますよ、サンルームだと。うちの実家の近所で、家からね、駅に行く通り道、駅まで歩いて10分ぐらいなんですけど、駅に行く通り道に昔ね、ガラス屋さんがあったんですね。で、木のね、ガラスの戸でさ、玄関があって、で、そこにシンビジウムが7、8ぐらい置いてあったんです。僕がね、高校生の頃からずっと同じシンビジウムを育て続けている方だったんですけど、で、その方、1月とか2月ぐらいになるともうね、どの鉢もシンビジウムね、何本も立ってるんですよね。4本、5本平気で立ってて、どの鉢も。毎年それぐらい咲いてました。で、まあ、サンルームと同じような感じで、育てられてるのかなっていうふうに思います。そろそろ1時間が経ったので、そろそろ終了にしたいなっていうふうに思いますので、ちょっと質問をざっくりですね、なんか皆さんにも、役立ちそうな質問があれば一緒に答えちゃおうかなっていうふうに思います。ちょっとざっくり見ますね。チュンさん、うちの主人がカーメン君に続き、フリアさんを終えました。ありがとうございます。チュンさんの旦那さん、いいなあ。でも皆さん、うどんこ病の話がよく分かったみたいで、よかったです。黒字父さんって受ける。愛と心地さん、ありがとうございます。ね。そう、七転び八起きですよ、やえたん。石井さん、こんばんは。なんとなく大丈夫ですね。楽天市場で注文しちゃいました。ありがとうございます。愛する花さん、ありがとうございます。これは、あれかな？パルムかな？パルムシリーズですね。ありがとうございます。ナメクジ用は、ナメショックという、スノースノーさん、ナメショックという機肥材がうちで扱ってます。ナメクジ用です。ありますよ。めっちゃいいですよ。唐辛子エキスが入っててね。シュ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 ってやると、ナメクジが、来なくなるってやつですね。移動するだけ、移動するだけです。殺すとね、微生物まで殺しちゃうんで。ドレミさん、ガジュマルをコンパクトにし続ける方法。はい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 、はい。うん。はい。ガジュマルをコンパクト。ガジュマルに限らず、木ですね。木のものをコンパクトにする方法っていうのがあって、それは盆栽に学んでいくといいんです。盆栽です。植物ってすべて根っこの大きさと上の目に見えてる部分の大きさが比例します。これはなんとなくこう人も同じだなっていうふうに思うんですけど、目に見えない部分で成長すると人は目に見える部分が成長していくみたいな感じしません？顔に出るとか立ち振る舞いに出るっていうのは目に見えない部分が成長してるからですよね。それと同じように花木も、草花もそうなんですけど、根っこの分だけ枝葉を張っていくんですよ。で、沖縄にね、草原寺っていうお寺の跡地があって、そこのガジュマルめちゃくちゃでかいんです。
で、枝葉がうわーって広がってて、ちょっと手が入りきんないけど、うわーって広がってて、ちょうどその枝の最後、先端のところまで歩いていって、下見ると根っこが見えてます。っていう状態、横に張っていくみたいな感じなんですね。だから、根っこを大きくしなければ、ガジュマルは大きくならないんです。わかりますか？で、まあ、形を整えていくっていうことで剪定をしていきます。例えば、地植えにしてしまったガジュマルは、根っこをどん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 、伸ばしていってしまうから、家をね、傾けちゃうぐらい根っこ張るんで、大きくなるのを止めることができないんですけども、鉢植えで植え替えなければ大きくならないんですね。じゃあ、根詰まりしちゃうじゃんって言うじゃないですか。で、根詰まりしちゃうんですけど、今度はあったかい時期に根っこを切って整えてあげるんです。で、また土に戻してあげる。そうすると大きくなれないんです。で、また枝をこう切って仕立ててあげたら OK。で、この性質を利用した日本の素敵な園芸のスタイルが盆栽なんですよ。これ世界的に、受け入れられている仕立て方ですよね。ということで、なんかいい話で終われそうだなっていうふうに思っています。はい。皆さんちょっとコメント全部は、答えられなくて、すみません。でもね、こんなにたくさんコメントいただいて本当にありがとうございます。今日ね、たくさんの方見ていただきまして、そして、花結びブースね、花友フェスタの花結びブースにも来ていただきまして、ありがとうございました。フリア流お花の育て方大辞典3巻セット、こちらもですね、12月の半ばぐらいにですね、第2弾というか、第2陣がお届けできますので、こちらの方もお待ちください。はい。ということで、今日は皆さんどうもありがとうございました。カズさん、ナメショック成分を考えて、芋虫、そうです。芋虫にも効くというか、殺すというかね、殺さない感じで、こう避けてくれるって感じですかね。はい。チュンさんも、ネーミング、ありがとうございます。あれは全部僕がつけております。今日はとても勉強になりました。私の園芸の原点はフリアさんの YouTube です。へえ、そうなんだ。ありがとうございます。サラサラヘアの頃から。10年ぐらい前ですよね。ありがとうございます。また、ぜひ、花結び。ね、エフローズさん来てくださいね。ということで、なんか横のつながりもこうやってね、チャット欄で横のつながりを、皆さんしていただいて嬉しいなっていうふうに思います。やっぱね、みんな仲良くこう園芸できると楽しいですよね。園芸ってなんかどうしても一人でこう、コツコツやっちゃうじゃないですか。花と自分だけみたいな感じになっちゃうんですけど、やっぱ花友っていうのかな、園芸仲間っていうのができてくるとめちゃくちゃ楽しいですよね。ということで今日も長い時間お相手していただきましてありがとうございました。もうね、11時になっちゃうぐらいの時間帯なので、またねたびたび沖縄来てる時はまあまあ時間があることが多いんで、またライブ配信をしたいと思います。横のつながりを皆さんぜひ作ってみてください。ということで今日も最後までありがとうございました。明日はね、お友達が遊びに来るので、ちょっと沖縄をアテンドして、明後日は昼間がね、ケーキのワークショップを主催するので、シングルマザーの皆さんに対して、ケーキのワークショップをやるので、それも一日潰れちゃうでしょ。まあ、動画撮る暇がなかなかなくて申し訳ないんですけど、頑張って動画もボイシーも撮っていきたいと思いますんで、ぜひ見捨てずにですね、フリアをぜひよろしくお願いいたします。ということで皆さん、さよなら、いい夢を見てください。ぐっすり寝れますよ。じゃあね、バイバーイ。リンクは概要欄に切った後貼っときます。バイバーイ。ありがとうございます。あ、そう。花友フェスタで写真を一緒に撮った方、うちのお店のメールに送っていただけるとフリアが喜びます。画像添付して送ってください。ありがとうございました。そう、園芸だけじゃないんだよ。バイバーイ。